六角聖児は日本の俳優、タレント。兵庫県高砂市出身。劇団扉座所属で、マネジメントはマイプロモーションに依頼している。血液型は O 型。厳密には姫路市で生まれ、幼少期を高砂市で育っているという。小学生の時に高砂市から相模原市へ引っ越す。このため、関西弁も話せるが、日常生活では、 関東弁を話す。最初、芝居は好きではなかったと発言し、中学生の時に演劇部を見たが、あれをやる人の気持ちがわからないとも語っている。進学した神奈川県立厚木高等学校では、当時、生徒全員部活に入部しなければならない決まりになっており、たまたま誘われた演劇部に入部。この時はすぐに退部できそうだと思っていた。しかし、 当時の演劇部部長の横内健介に六角がキャスティングされて出演した舞台が演劇コンクールの全国大会まで進出。結局その後もずっと演劇部には在籍していたが、その後も早く終わらないかな、などと思っていた一方で観客の前に立つというドキドキする思いが嫌いじゃなかったとも語っている。その後、横内を中心としたこの時の演劇部のメンバーで、 前任会議を創立し、六角も誘われて入団。後に、劇団扉座と解明して活動。大学は最初、日本大学芸術学部を受験。この時の実技テストには、丸太を赤ちゃんに見立てて抱く演技、金で寒さを表現する演技があったが、日本大学は不合格となった。浪人生活の後、学習院大学に合格して入学。学習院には、 在学していた皇族に興味を持って入った。実際に皇太子をトイレで見かけ、秋篠宮とは法学の授業で一緒になったことがあった。しかし、大学在学中に横内健介の舞台に出演するようになったことで、劇団の活動に時間を取られ2年から進級できず、6年間在籍した後に大学を中退する。20歳頃に横内に、 六角政治という芸名をつけられる。とにかくインパクトある名前をということで、政治は、生死に由来している。同じく俳優であり、名前が似ている六角真事とは特に関連性はない。大学入学後からギャンブルにはまる。大学生時代に家庭教師のアルバイトはしていたが、これだけでは遊ぶ金には足りず学生ローンで借り続けていた。ギャンブル依存は、 借金を完済できた40代まで続き、消費者金融に500万円、人から借りた金などを合わせて1000万円とも言われたという借金を抱え込む。ギャンブルに関しては2019年2月1日放送分の金曜プレミアム実録、金の事件簿で改めて明かしており、相棒出演中にも多額の借金をしていたことが本人の口によって語られた。 同番組司会の坂上忍は俳優としては素晴らしい方ですが、人としてはただのクズだと思います。と呆れていた。2006年には1クール内で3本のドラマにレギュラー出演。電車男に出演した頃からテレビのレギュラー出演が入るようになり、借金の全額返済に成功する。2009年春、映画、相棒シリーズ鑑識。 米沢守の受験簿で主演を務める。2015年より NHKBS プレミアムにて自身の初の冠番組でもある六角政治の飲み鉄本線日本旅がスタート。年に4本の特番として放送されていて、2021年3月までに本編21本、総周辺2本が放送される人気シリーズとなっている。代表出演作の一つである。 相棒シリーズは、スケジュールの高速期間が長く他の予定が取れないという理由で、シーズン14を最後に自ら降板している。ただみせんの、歌いしころ人生そのまま生きる、ジュニア 2JR 国鉄民営化30周年、記念トリビュートアルバム、電車でホイ。ありがとうございます。